こんにちは、あんちゃん。なんか昔懐かしいマネキンが、あ、こんにちは、突然すいません。やっぱり再会嬉しい。嬉しいですよね。もう今も静まり返っとるからね、早く再会してもらわんとね、街がね。そうですね、うん、やっぱり地元の方がね、うんうん、お客さん多いと思いますが、そうそうそう、皆さん被災されてる、うん、そういう方がね、早く元気になって出てきてもらわんと、うん、私たちももうどうしようもない、うん、でも良かったです、なんか笑顔があってですね、うん、ありがとうございます。じゃあお店の PR もお願いします。あ、シニアの店なんで、うん、まあ、若い方はどんどんよそに行くでしょうけど、まあ、足がちょっと車がないとか、うん、そういう方に、うん、来ていただくような店をね、心がけていますので、どうぞお願いしときます。すいません、突然ありがとうございました。やっぱり小学生とかそういうのを対応している体育館シューズとかもありますしですね、一の巻小学校、はい、御用達、御用達でございます。地震の時はお店はどんな状況だったですか。うん、あのうちは割れ物はないけど靴は全部落ちとったですよね、うん、2階は2階で在庫行こう、上に在庫があるけんですね、うん、前のウィンドウ、前の大きいウィンドウがですね、あれが割れとったんですよ。割れちょっと寝れとったけどバリッと割れとった、でシャッターを開けられんとですよね、向こうに行っとるもんね。なるほど、うん、ちょっとその柱のとこ、こっち側の柱のとこにですね、はい、下がもうコンクリートがこう割れとったですよね。やっぱり水害の時も、もう水害の時だけはですね、最初の時は、ね、水だったけど、うん、今度の場合はですね、泥が入ってきた、土のわーっとこれ一面に、うん、だから全部やり直したんですよ。あ、そうなんですね、うん、だけど割とですね、まあ、地震だけはもうびっくりするですね、うん、あれよりかもう水害よりやっぱりこの地震の方が、あの揺れ方は違うですね、うん。お店は地震後いつ頃から再開されてたんですか。やっぱり1週間足らずだったかな、うん、やっぱり電気とかが、そう、電気がもう消えてたでしょ、うん、電気がついてからがちょっと開けようかなと思って。今日はお得意さんというか、うん、常連さん、そうですねちょっと差し入れを持ってきているのもらいました。やっぱりこうやってね、お店に来ていただくと、うん、ありがたいですね、嬉しいですよ、ね、こう憩いの場にもなっているこちらのお店ですが、うん、まあ、これからも、はい、はい、もう頑張っていきます、うん、それしかないもん、うん、やっぱり早くお客さんに、うん、そうですね、戻ってきてほしいけど、うん、今もこういう自治体だけですね、うん、よっぽどほういうものだけしか買いに来ならないしですね、うん、うん、厳しいです、何でも。すいません、本当ありがとうございます。はい、整体屋さん、はい、はい、上はですね、奥さんの方がしているフェイシャルサロンでございます。フェイシャルサロン月2回でございます。メナード系です。なるほど。あ、赤だ、赤でした。よく行かれるんですか。そうですね、ここには置いてありますけども、お店ありますけど、自宅までも行かれますんで、うん、あ、なるほど、出張もしてくださる。電話番号が 320-019 で覚えていただくと、19パで覚えていただくとですね、はい、青ですね、青ですね。9時ぐらいまで電話受付されております。なるほど。でこちらがですね、麻生、はい、熊本県警でございます。熊本県警ありがとうございます、はい、頑張っておりますね。お世話になります。頑張ってください。宮崎県警でございました。お疲れ様です。こちらが、夜はですね、昭和館といってです、レトロなバーでございまして、上の看板を見ていただいても、その昭和の香りプンプンしております。わー、本当ですね。ピンクレディーに森山良子。わー、昭和歌謡好きにはたまらないお店ですね、はい。